はい、じゃあ続きいきたいと思います。さあ1,2,3,4,5,6,7 マス、おど、何これは、こんなところで何やってる鬼、俺は海王様のところに行くんだ、まだまだ遠い鬼、これでも持ってけ鬼。悟空はメズから悟空術をもらった。あーそうやわ、絶対そうや、あの武空術っていうカードを使うとおそらくこの雲を使えるんでしょう、キントン、まあ、それはいいとしてですよ。あーそこで使うか、どっち回った方がいいかな、ここ使いますね、これで使うんでしょ、違うかな、あほら、まあだからやっぱり早く行った方がいいんやな、そうなるとこれもう武術持ってへんから行くしかないね、これまた修行失敗怖いわ、石の修行やったら終わりなんすけど、しゃあないか、やっぱりこれか、絶対無理や、一応抵抗するけど、あー8日遅れてしまう、その8日の単位がよくわからんから、カードこの1回1ターン移動するごとに何日なんですかね、これ1日なんかな、とするとですよ、カード貯めていった方がいいってことになるから、ちょっと調整するか、確実にあの修行をクリアした方がいいっていうことになりますからね、実際問題これだけ揃ってりゃいいでしょ、いけるでしょ、アップしてもいいと思うけどな、アップ率が低いわ、よしカード、ほい、しっぽ、きた、このパターンはこっち、うわうわ、しっぽと月があったら変身できるのかな、めっちゃ変身したい、めっちゃ変身したいな、クリア、めちゃくちゃ変身してみたい、やったやったぞやったぞ、やっついたぞ、お、なんか丸いのが上に浮かんでるぞ、あそこだ、あそこに海王様いるんだ、やったー、なんだすっげえ力で吸い付いてるみてえだ、そんな悟空の力を姿をあっけに取られて見ている人物がいる、これが噂の海王様だ、なんだお前、え、おめえしゃくれてるな、うふ、わひわ、うーん、海王じゃ、うふ、決まった、よかった、おら海王様に修行してもらおうと思って、お前先の謝礼聞いてなかったのか、つまらんやつじゃ、まあよい、言わんでもよい、でもサイヤ人か、これは手強いぞ、よかろう、修行してやろう、その前にちょっと茶でも飲むか、そんなわけで悟空はようやく海王様に会うことができたのだった。これからどんな厳しい修行が始まるのやら、さあ修行編、あ戻んのか、それでドラゴンボールを探しに旅立った Z 戦士たち、ピッコロとご飯は北へ、ピッコロお前にはとてつもないパワーがある、そのパワーの有効な引き出し方を自分で学ぶんだ、ご飯背ちっちゃいな、ほんまに子供ですね、この地球の運命の鍵はお前が握っているんだということを忘れるな、そんな、僕できないよ、慌てるな、行くぞ、やっぱり二人組ませて正解やったな、ちょっとしたイベントが発生しましたよ、これまさかのピッコロと
チャオズやったらさすがに運命任せられないでしょ。地球の運命は。あ、まだこいつらか。ご飯弱い。ご飯だいぶ弱いな。うわ、この肩。かっこいい。かっこいいよこれ。ご飯の PP がだいぶ低いんで、ちょっと守りながら行かないと無理ですね、これは。まずあの、お堂に向かいます。やばそうなやつ来たよ。やばそうなやつ来た。どうなんやろな、ちょっと力を試すか。ませんか？シナモン。うわー、いかついな。色がもう、魔族や。これほど強くはないですね。ピッコロなら余裕じゃない。ああ、やっぱりな。ピッコロなら余裕ですね。多分あれですね。他の Z 戦士よりに作られてますね、間違いなく。敵の設定は。ピッコロなら余裕っていう設定なんだと思いますよ。多分ね、多分ね。まあまあ、間違いないと思います。ところはもう圧倒的に有利なんでしょう。経験値めっちゃもらえる。だからガン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 ピッコロで倒していって、まあご飯のレベルを上げなさいよっていうことですね。ご飯がだから500、600ぐらいまで持ってこれたら多分相当楽になりますよね。じゃあきっと、まあ多分ほとんど食らわないです。あ、もう余裕や。やっぱ違うな、ラディッツ戦を経験すると。多分ね、シナモンはね、キューコンマンと同じぐらいじゃないですかね、感覚的に。おそらくそんなもんですね。まあ、このペースで経験値入ってきたら、いやでも、ご飯育ちますね。重要なのはご飯を一人にしないことですね。一人で戦うのはさすがに厳しすぎると思うんで、ちょっとまあ守りながらこの歩き方で、ちょっとのろいですけど、のろのろしてますけど、まあこの歩き方でちょっと行こうと思います。一緒に移動させてほしいな。ドラゴンボールの両親中は北の方角にあるはずじゃ。しかしまっすぐ北には進めぬ。気をつけていくんじゃぞ。まあ、回り道しなさいということっすわな。ぐるっと右に回っていくんでしょうね。うわ、なんか来た。逃げてた。逃げたりとかないわ。初めて出会う敵で逃げるとか、メタルスライムぐらいしか聞いたことないけどな、そのシステム。修行行ってみる。岩か。岩、ん？あ、BP がないのか。
マセンコを撃ったからなくなってる。よし、戦おう。ご飯ジャスミン、向こうはスパイスですね。ガーリック一味はスパイスだらけ。スパイスとか、なんか香辛料とかそういう名前ですね。ちなみにまあみんなもちろん分かってると思いますけど、まあサイヤ人は野菜ですからね。ちなみにピッコロは楽器関連。で、まあナメック星人はそのまんまナメクジですから、カタツムリ的なことや、まあデンデムシ的なことや、そういうことです。はい。そんなような名前が並んでおります。使い回し感が、あ、やばくない？あ、大丈夫か？よかった。危ない危ない。あー、苦しいな、苦しい苦しい。くわ、ご飯、よし。ちょっとやばいんで、使っとかないと多分ね、使ってないせいで手に入らないっていうことに陥ってる可能性が非常に高い。満タンになってる、カード枠が満タンになってる可能性が高いんで、ちょっと使いながら。ちょっとずつ進んでますね。下とか何もないよ。じゃあ何もないかどうか確認しておかないと。あそこなんか離島っぽいのが見えてきた。何あれ、なんかあんのかな。修行ゾーン。ほとんどそういうゲーム性ですね、これ。修行してボス戦って、修行してボス戦って、修行してボス戦ってみたいな。ひたすらそれを繰り返す。まあ、そもそもドラゴンボールという漫画はそういうもんですから。やばいな。恐れをなして逃げていきよるやつばっかりや。ピッコロが強すぎるんですわ、多分。戦闘にならん。修行するしかないか。あ、ていうかいいのか、別に修行なんか。この組に関しては修行いらんすね、よく考えたら。だってピッコロが無双すればそれで終わるから。うわっ、なんかちょっとあのスナックのマスターみたいなやつ出てきた。怖っ。ハーブ、こいつはやりそうやな、この色。基本的にあれなんですかね、もうこのゲーム地上戦っていうのは存在しないんですかね。常に空を飛んで戦うっていうことなんでしょうか。これで大体どれぐらい入るか。ああ、弱らせるとかいうレベルじゃないな。なるほど。必要にご飯狙ってきますね、やっぱ。
なるほどね。じゃあ、そうか、ピッコロががっつり進んで、ご飯がフォローする形でも別にいいのか。まあ、武空術あれば、そこショートカットできるんですけど、あえてショートカットする意味はあんまりないかもね。さっきの蛇の道以外はね。蛇の道は多分早く行けばそれなりにメリットがあるんでしょうけど、ここの場合はまあゆっくりこうやって歩いてって雑魚と戦いながら行った方が多分まあボスおるでしょうしね、ボス戦も有利になるんでしょう。出た。よし、ちょっと待って、回復しといてあげよう。スターポポが溜まりすぎなんですよ。そんないらんでしょ、これ。使っといて、その代わり体力回復のね、ものがちょっと欲しい。やっぱりイマイチやな。まだまだ全然ですね。いいな、分かりやすくて。この BP システム、ほんと分かりやすくて好き。951っていうのがそのまんま強さって分かりやすいから、ほんとに、もうすぐ1000超える。楽しみですね。じゃあちょっとカード補充しますかね。あそこで神経衰弱やったらいいんですけどね。何が欲しいって、僕あれが欲しいだけなんですよ。あの月と尻尾、あれで多分大猿化できるんだと思うんで、悟空とかまあご飯か、ご飯くん大猿か見てみたくないですか。僕はめっちゃ見てみたいです。絶対取っとかんとだよね。取っといてもうここぞっていう時にやっぱちょっと投入したいですね。まあナッパとベジータ距ること分かってるんで、そこで爆発させるためにもう今からカードを集めておくっていう戦略ありだと思うんで、最低でもそれは取っておきたい。あとね、必殺技が使えるようになるやつも取っておきたい。そう、こっちか。こっちあんまり興味ないな。神経衰弱の方がいいですね。どうせやるなら。仕方ない。1000超えますね、もうすぐ。これ回復しといた方がいいよ。もうボスの方面行きますから、まあまあいけますよ。多分この組は安泰やわ。ピッコロが強すぎるんで、この組はもう全然安泰だと思いますよ。余裕で勝てるんじゃないかな。ちますいませんね。こういうゲームやからしょうがないんですよ、本当に。こういうゲームやから謎の下なんもないよな。多分こっちで会おうてますよね。あの Z 行ってみますか。じゃあカード狙いで修行はまあどうでもいいけど、ちまちま。あ、出た9コマ、お久しぶりです。この9コンやろう。もうこっち900やからな、さすがに一撃でしょう。
構強い。えい。あー、でも面白いな。よく考えたらですけど、さっきだって、まあさっきっていうのはラディッツ戦でも一応あれですもんね、やろうと思えば頑張ってザコと戦えばラディッツの BP を完全に超えた状態で戦えるっていうことですもんね。それもやってみたかったな、正直。どうなったんですかね。よし、来た。あ、来た、これ。これが欲しいのよ。かわいいな、父。来た。父めっちゃかわいいな。あ、もう一人貼るわ、父。プーアル狙いに行くか。しゃあ、父を。あー、もうプーアルばっかりも。父も多いよ。よしこれだからシェンロン狙った方がいいよね、当然。ここは違うから、こう、父プーアル、プーアル父。ちょっと待って、父いっぱい手に入れた、これは嬉しい。プーアルは何なんですかね。あー、これはいらんな、はっきりといらないですね。これは一回行こう。こことここが、あ、プーアルめっちゃ邪魔してくるやん。うわー、もうめっちゃ邪魔やん。シェンロンゲッツ、できれば父を。よしいただき、プーアルだらけ、プーアル。狙いの方がいいのか。プーアル、でも父狙いで。よし、持てるカードの数がいっぱいになりました。はい、ウーロンは何ですか。持ちカードを全て新しいカードの交換。あー、1個は持っときたいな。プーアルや、それを使っても意味がありません。あ、もう完全にちょっと消費しきって、消費しないとダメってことね。まあいいや、行こうか。父をあれだけ補給できたからもう満足ですね、かなり。かっこいい。1000超えた、1000を超えてきましたよ。方向がわからん。ちょっと待ってね、上はもう行けない。あれ、あそこにお堂があるな。まずはお堂に行きますか。まあ、今までの経験上お堂にそんなに重要なものがあったことはないんで、正直スルーしてもいいんだとは思うんですけど、重要なアイテムとかがあったわけではないよね、今までの経験上は。はい、よいしょ。ちょっとご飯一人はまず、あんな連中やっつけちゃってくださいね。おい、それだけか。4、5、
しょうもないやつやこれ。しょうもない、クソしょうもない終了だ。あかん。やねんもう。ちまちま。バーっていったらいいんですよ。それでいいんですけど、やっぱご飯もね、どうせ後々戦力になるし、なんやったらピッコロさんを抜いていく存在ですからね。できればちょっとずつでも強くしておきたいっていう心があるんですよね。こいつは逃げおらへんな。こいつはなんかもうちょっとやる気出しとる。さあどれぐらい食らう。ゲーム開始時のピッコロと悟空の BP が400ちょいだったので、まあその辺まではご飯もこうやってちみちみいってりゃいきそうですね。が272やから、うん、行くな。まあ一番それが理想的かな。400ぐらいでラディッツ戦、当時のラディッツ前ぐらいのピッコロ悟空ぐらいの強さまで持っていくと。予想通り雑魚戦ゲートしてますね。まあまあ楽しいからいいんですけど、このやっぱ少しずつ強くなっていくのがすごい楽しい。戦闘曲かっこいいですね、本当に。雑魚戦、えい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 、せいやー全然食らわへん、全然食らわへん。ご飯全然食らわせられへんけど、全然食らわへん。先手はやたら取られるな。なかったでしょ。キューコンマンはあんまり経験値くれないんで、あんま美味しくないですね。こちらの方がはるかに美味しい。ご飯に出せよ。まあ、先行。
ちろん。よし、どんどん行け。よっしゃ、ませんかー。よし、ナイス。レベル上がった。やるやないか、ごはん。あの回復過ぎたらボスでしょう、多分。戦闘がこれ次のペアが不安やな。ヤムチャと誰やったっけ、おじさんか、つるっぱげのおじさん、そのペアが失敗ではありますが、あ、必殺技出ない。ちょっとこのね、ドラゴンボールのスピーディーなこの戦闘の感じ、このアクロバチックなこの戦闘の感じをちょっとだけ再現できてて、結構すごいですよね。それは僕結構すごいと思うんですよね。一応再現できてるもん、このこういう感じね。この武空術同士でこう上でダダダダみたいな。ただなんでこの攻めと受けがこんなにはっきりしてるのかよくわからないんですけど、いけへんのよ、いけへんのよ。先行くで。おった。なんか怪しいやつ、おった。よし、全く戦ってくれへんな。よし、ちょうど30分なんで、じゃあ動画移動しまして、で、ボス戦行きたいと思います。では移動お願いします。